皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は私の最近お気に入りのバッグとその中身をご紹介していきたいと思います。少しお久しぶりになってしまったバッグの中身です。まずは最近、インスタとかでもね、インスタもそんな更新してないんだけど、バッグちょっとこうなんだろう、結構これ登場することが多いんじゃないかなと思うんですが、この春に購入したラドローのバッグです。こちらをね、これすごい気に入っていて、今一番出番が多いバッグです。で、夏場は私こういう革製品の重たいブランドバッグとかよりもやっぱりこういうカゴバッグすごく好きなので、これを使うことがダントツ多いです。はい、でこれね、結構ね、どんなファッションにも合うんですね。結構綺麗めなファッションした時の外しにもなるし、今日はねこんな感じの色味の服を着てるんだけど、ブラウンなので本当にどんな感じのこういう淡い色ともすごく合うし、結構しっかりブラックなファッションの時でも私はこういうブラウン系のバッグとても好きで持っているんですが、とっても重宝しています。で、これこのぐらいの大きさなんだけど、意外にというか、まあ見た目通りかな、すごく入るので中身たっぷり入っています。はい、そちらをご紹介していきます。はい、ではまずはこちらです。じゃーん、結構ぎゅうぎゅうに入ってるんですが、こんな感じでポーチ、お気に入りのポーチに入れています。少し前のクリスマスコフレでネロリアボタニカのセットを買った時についていたこのマイランとのコラボのポーチです。これとっても色合いが気に入っていて、肌触りもとっても好きなんですが、この中に今本当に重宝しているというか絶対必要なこの除菌系を入れています。今どこにでも除菌あるけど、ちょっと自分でしたい時、あと電車乗る前後とかもするように気をつけています。あとはこれも2本目のこちらのメイトオブオーガニクスのこのスプレーを常に持ち歩いています。でこちらは殺菌効果が高いので、お出かけの時にシュッと喉がこう乾燥をしているとウイルスかかりやすいとかね、まあ、いろんな説があるんだけど、私はこう口の中を清潔にしておいた方がいいなということで、こちらを結構頻繁にシュッシュするようにしています。もともと喉が弱くて、冬の乾燥の時期はもちろん夏のエアコンとかでも乾燥で喉やられたりするので、これからの季節もちょっとシュッシュしようかなと思ってます。はい、で次はじゃあその関連でこちらです。何ポーチでしょう。こちらはなんとマスクポーチになっています。こういう感じで、こちらはソイルのものです。はい、こちらのソイルっていうブランドはケイソードで有名で、とてもいろんなアイテムが出ているんですが、うちはねバスマットだったりとか、あとは持ってないけどこうコップを置くところがケイソードになっていたりとかして、こう水分の吸水性がとても高いので、速乾性が高くて湿気から守ってくれたり、すごく乾燥させてくれるっていうものなんだけど、そちらのポーチです。でこれもうマスク専用なんだけど、こういう風に間にここに仕切りがあって、で私はこっちに使用前のストック用の個包装のものをこちらに入れておいて、こっちのカバーのこっち側には使用中のマスクを入れるようにしてます。例えば今常に移動時間をマスクしているんだけど、ちょっとした食事とかお茶を飲むとか、そういう時にマスク外すタイミングあるじゃないですか。あの時にこのマスクどうしようってすごい思うこと多くて、前まではねジップロック持って入れたりしてたんだけど、それもやっぱエコじゃないというか、ゴミが増えるばっかりで良くないなと思っていて、こう裏返してバッグに入れるとかやってたんですけど、そしたらこの裏返して次また口に当てる部分があまり清潔じゃないなって思ってる時に、こちらはこの使用したものを仕切りになってて、その乾燥させてくれるので入れていいっていうポーチです。でこの内側、この仕切りの中にこういう感じで軽装度が入っています。
なのでこれを取り除いて頻繁にこのポーチ自体も洗えるので清潔さは保たれるというものです。すごいですよね。でこれなかなか値段もねお安くないんだけど、今だけじゃなくてこれから冬にかけてもきっとマスクの生活ってこれから当たり前常にすることになるなと思ったので思い切って買いました。そうしたらねちょっとすごく楽というか、あのマスクどうしよう問題が解決されたのでとっても私は買ってよかったなと思うポーチです。はい。でちなみにねマスク私これ本当におすすめなんだけど、あのピッタを使っています、メインで。でこれ洗えるタイプなんだけど、何がいいって、あのもちろん洗えて繰り返して使えるっていうのもいいし、つけた後にリップがつかない、これがね本当にありがたいです。なんかねマスクしてる時ってこの口周りもどうせついちゃうしと思ってリップ塗らないとかファンデ塗らないってやっていたんだけど、いざ今人に会えるってなってマスク取った瞬間、私リップ色がないと本当に顔色が悪くて一気に老け込むので、内側にね仕込んでおきたいので、すごいリップを塗ってる方にはとてもおすすめです。はい。でこちらは、メイクポーチになってます。普段は私メイクポーチそこまで持ち歩かないんですが、今はまあこういうご時世なのでこのメイクポーチ、メイクポーチというかこういう、あのなるべくねこう小さくしたいのでこういうタイプで、夫のディーゼルの多分ポイントで交換できるポーチだと思うんだけど、それをちょっといただきました、こっそりね。はい。でそこの中に最近よく使っているこのボビーブラウンのクッションファンデ、お直し用にもすごいのでこれが入っていたり、日焼け止めですね、まあ、これからの季節にすごい大事、チャントアチャームの UV フェイス&ボディープロテクター、こちらのナチュラルなもので石鹸で落ちるタイプです、これが入っていたり、あとはこのクラランスのコンフォートリップオイルインテンスの03番、さっき言ったリップ問題、今は普通に好きなリップ塗ってるんだけど、このマスクの時に擦れても取れないように、私はこうティントじゃないんですがとても密着性が高くて落ちづらいクラランスの、これが今すっごい気に入っていて、マスクをする前につけておくと色落ち防止になるので結構常に中に入れています。であとはこちらの紫外線防止のリップ、普通にねリップクリームです、これアルトラサンというブランドかな、スイスのリップです、紫外線防止のリップ。あとは目薬アイリッチナチュラリズム、こちらのネイルオイルウカの、クリスマスの、ね、限定だったと思う、ヒュッケのネイルオイル常に入っています。であとは前も動画で紹介してるんだけど、オーラ2のプレミアムウォッシュ、お仕事でいただいてからすごい気に入ってポーチの中になるべく入れているようにしています。はい。こんな感じのものがに入っています。あとはハンカチ、こちらはあの視聴者の方にギフトでいただきました、ありがとうございます、大切に使っています。はい。ハンカチとあとはサングラスなんだけど、私すごく紫外線太陽の光に弱くてちょっと色素が薄めなのですっごく眩しくて、すっごい太陽眩しいのでサングラスするんだけど、今マスクしてるからねどうしようと思ってるんですが、まあこんな感じで、はい、普段はねマスクしてない時とかにつけれる用の、まあ今持ってったり持っていかなかったりですが、トム・フォードのサングラスと、あとはお財布です。これねもう何年使ってるんだろう、もうすっごい気に入っていて使いやすくて、あのもう何年も使ってるルイ・ヴィトンのお財布を使っています。私このサイズ感がやっぱり好きなんですよね、もう長財布はちょっと使えないかも、大きすぎて、で結構仕切りがいっぱいあるので、はい、とっても重宝してます、こちらのお財布と、あとは最近 AirPods 新しくなりました、名前入りです、母と姉夫婦からお誕生日プレゼントにもらったもので、これなんか新しくなってすごいびっくりしたんだけど、ノイズを軽減するのかわからないけど、入れた瞬間になんか気圧みたいになってボンって周りの音をすごい遮って、なんか潜水してるみたいな感じになったんです。ち
とこの気持ちわかる人いないかな。すごくてなんかこう耳がキーンってするような音とかに集中したい人はいいのかなって思うんだけど、あの私こう料理中とか移動とかこう外の音も聞きつつ音楽聴いたりするのが好きだから、ちょっとねそれがすごい苦手で、あこういう感じなんだと思ってどうしようと思ってて調べたら、調べなかったのがいけないんですが、そういうモードにもできるし普通にもできるみたいで、ここをね長押し、ここにそんななんかあると思わないじゃない、こうした後にここを長押しするとそのモードが切り替えられるっていうので、あのびっくりしました。知ってました？みんな知ってるのかな。もうほんとびっくりした。もうほんと深い水の中にいるぐらいここの音しか聞こえないの。だから耳が本当にちょっと私は苦手で、それがやってしまったと思ったけど、あの解除できました、無事に大丈夫でした。はい、次はカメラです。カメラはねこれ持ち歩いたり持ち歩かなかったりで、ちょっと今日は入れてみたんですけど、普段私がユリアご飯撮る時もこれです。あとは、出かけに行く時とか、旅行にも持っていくこの GR というこちらのカメラを使ってます。はい、あとは iPhone ですね。 iPhone、 これはもうずっと使ってる8 Plus です。でカバーはもう純正のもので、以前使ってたのがもう壊れたので、あのとりあえずというかもう買いやすい純正のものを買ったら、すごくあのシンプルで無駄がないので、でアップルマークついててシンプルで使いやすいです。はい、でこちらをずっと使っています。はい、こんな感じでそんなにね大きく変わらないんです。こういうのもねすごい使うの長いし、まあ、でも今回はこう除菌グッズとかマスクとかをするようになったからこそのコスメポーチの中身とか変わっているかなと思うので、はい、よかったら参考にしてもらえたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。